こんにちは。お疲れ様です。こんにちは。ヤッホー。ヤッホー。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。ヤッホー。 急に配信始めたんですけど来てくれてありがとうございますなんかあの30分だけやろうと思ってて30分だけやろうと思ってるのではい今何時,何時から始めた <laughs> 何時から始めてますか私私何時から始めてるっけ私が始めて何時から始めたかな30分経ったら教えてくれませんか ?30 分経ったらずっと教え てもらっていいですか。三 <laughs> 十分経ったら教えてください。三十分経ったら必ず教えてください。三十分経ったら絶対教えてください。<laughs> 絶対教えてくださいね。わかりましたか。三十分経って教えてくれなかったら私殺されちゃうんです。お願いします。 虫いるわなんか飛んでるさっきから嫌だ30分経ったら教えてください絶対に何時までだろうとりあえず30分経ったら教えてください <laughs> お願いしますありがとう来てくれてスーさんハートありがとう唐揚げ定食くんいちごの愛知ありがとう こんばんは。パルハロオ。チョコミントないチありがとう。なんかさ、喉がさ、結構イかれてきた。なんなんだろう。なんか私昨日夜歩いてて、もう本当に虫まみれで、酒につやかしたんですよ。田舎やばくて。 もう本当に真っ暗なんですよ真っ暗で懐中電灯ないと前見えないぐらい暗くて田舎すぎてで懐中電灯照らした矢先に真下に道路にでっかいカエルが座ってて叫んだんですギャーって <laughs> それでもうちょっとそっから喉がおかしいんですよもうだから夜はの、NO、夜は絶対歩きたくない <laughs> も私はよくこんな田舎に住んでたなって思いました今考えるとこんにちは そうなんかもうガチでちょっと換気のために窓を開けるだけでもう網戸から入ってくるぐらいちっちゃい虫がいっぱいいてもう本当に嫌だガチで嫌です本当にこんにちは ジャーキーキバニラアイスありがとうおすじくんバラありがとうちょっとねスマホで配信見てるから <laughs> ちょっとごめんね読みにくかったら。 こんばんは鳥が鳴いてるこの鳥あれでしょこの鳥あれなんだよあのどっかでしか鳴かないんだよ <laughs> 知ってるあ、なんとか鳥言っててピューンっていう鳥なんとかなんだよのおりくんチョコミントのアイチありがとうう、ま、バニラとチョコのアイチもありがとう嬉しい <laughs> チョコミントも うわありがとうのりくんこんにちはあっそう「海ここチャンネル」っていう船のやつ公開されたんですよそういえば船旅もうめっちゃ楽しくてなんかもうマジで大分大阪から大分のサンフラワーくれない楽しくてもうやばかったでもまた海の日になったら公開されるものがあるからそれまだお楽しみという感じですこんにちは やっほー <laughs> ウ梅君いちごの愛知ありがとうなんか明日から大雨降るって言うけどそんな感覚ないなそれぐらいなんかめっちゃ晴れてるちょっとコメント読もうこんにちは船のやつそう船のやつ交換されましためっちゃ嬉しかった <laughs> ガチで見てねみんな私の引用から飛びます6連パサランハートありがとう嬉しいありがとうしくんバニラ愛ちありがとう猫ちゃんの喫茶店行きなよえ行きたいえみ送ってくれたよねめっちゃ前も少し送ってくれてめっちゃありがたい優しい優しい男 ゆりちゃんハートありがとう。嬉しいありがとう。ゆいちくんハートありがとう。嬉しい。こんにちは。まだ、うん、まだ岡山ですよ。まだ岡山、なう、岡山。 あのアンコール中に来たマジ大丈夫あんこいつってスマホ触ったらいけないでしょライブ中に <laughs> ライブ中にスマホダメだようんもうそれは退場して私の私に来な私に会いに来なこれから退場して <laughs> こんにちはゆみちくんいちごとチョコの愛知ありがとううまいこんにちは フェリー動画見た大分初めて大分はあの初めてじゃないんですよ結構何回かあるんですよねめちゃくちゃ幼少期にあの家族で大分に結構行ってた行ってました旅行で,であとロケで何回かあって今回また大分って感じなんか九州の 大分は結構行ったことがあるんですよ。熊本とかはないのに大分は結構ある。な、なんでだろうね。なぜか分かんないけど。こんにちは。スーさん、誰もありがとう。嬉しい。お誕生日おめでとう。バースデーメール。ちょっと言ってよかった。素敵な1年にしてね。してねっていうか、しようね、一緒に。ありがとう。何歳 あ年齢は聞かない方がいいか <laughs> でも年齢なんでただの数字なんでこんばんはでも私のファンの人にも大分県出身の人が何人かいたな親戚がいたうん親戚とかは関係なくてなんか普通に旅行しに行ってました大分温泉有名だから そそうそう温泉行ったんですよめっちゃなんかおじいちゃんとなんか行ってことが家族含めて今日は最近いい感じに可愛いどういうことですか <laughs> いい感じに可愛いってどういうこと <laughs> 初めて出たいい感じに可愛いってなんかいい感じに可愛いってどういうことですかいい感じってことはなんかあんま好きじゃない時もあるってことですかまあでもあるよねその時のコンディション今日はハーフツインです でアクセサリーつけまくってて超かわい,い今日は薄めの今日のお洋服全身写真見したいんだけどなんかお母さんなんかお母さんの写真の撮り方が下手くそすぎて下手くそとか言ってたなんかほんまに下手でなんか面白もうなんかかわいくないんですよだからちょっとほんまにやばくてまあメールでいっぱい送りますそのやばい写真とかいっぱい SNS にあげられない写真をああ 虫、ちっちゃい虫、怖っ、もう無理です、本当に、エヌジー。はい、がいた、はじゃない、これ、まか。もう無理、私、本当に無理なんだよ。本当に無理、ガッツ。本当にごめん、ガッツで。本当、ごめんさもう、ガッツ、ガッツと。ガッツ、無理。本当に、意外にしてほしい。こんなちっちゃい虫でも、怖いんだよ、マジで、本当に、ごめんね。 ほんとごめんねいやゴキブリとかじゃないほんまにほんとにごめんなさいマジごめんなさいうんこんにちは岡山から船橋渡って高速走ったら大分行きのフェリー出てるあマジ初めて知った詳しいね全然知らんかった 有有料コンテンツ、うん、有料ココンンンンテテツツで <laughs> 送りますメールとかであそういえばねこのねお花あるじゃんこのかわいいこれね私ね生誕祭の時にねファンの人がくださったねあのやつの一部なんですよもう一個は私の家に飾ってあってもう一個は実家に飾ってあるのお母さんのバカデカキングベッドの上にこう置いてあるんですよこれちょうどお母さんがこれ見せてあげたらよかったのにちょってこうやって。 素敵なこれファンの人がくださったやつ生誕されやつもう一個私に家にあるんだよだからねおそいなのありがとうケイクアートルくん愛ちゃんありがとうチョコミントとチョコのダブルのやつめっちゃ嬉しいでも私アイス2個食べるんだよね2個頼むんですよ大体アイス屋さん行ったらうんサル気質だからさうれしくて <laughs> 二個選ばれた、二個選んだ、じ、人間だからさ、すごい嬉しいよ。みんな、ね、びっくりさせてしまって、ごめんなさい。大人可愛い,い。なんか、確かに、ちょっと系統変わった、なんか、めっちゃいろんな系統着てる気がする。こんにちは。確かに、ちょっと恥ずかしかったですね。<laughs> いや、なんか <laughs>、私、なんか、あ、なんて言うんだろう。恥ずかし <laughs> 恥ずかしかったな。なんか、あんまり、あんまり、顔に出やすくて。そうそ、そう、そう。 結構ね、慣れてないんですよ。<laughs> 慣れてないんですよね。うん。結恥ずかしかった、ら、私声のトーンが低くなるんですよ。逆に。こんにちは。大分県。瀬戸内に、そう、瀬戸内に一面。 出身の方結構いる仕事とか行く人もいるこんにちは母も木村ガールズに母も。 加入するかないやなんかあのポーズを教えてあげたから今日も母と写真撮るときに母があのポーズをよく <laughs> するようになってお母さんこうやってやり始めたんです急に足も曲げてちょっとハハッ怖くない木村ガールズ入り入りたいって言っとった入れてあげてくださいよちょっと広島レモンさんあのな,なんて言うんだろうクラゲありがとう そう、さじはるさん、大分なんですよ。さじはるさん。大分。ゆいちくん、ストロベリーの愛ちゃありがとう。うまい。こんばんは。東京一六八団、愛知。ストロベリーの愛知、ありがとう。暇 <laughs> すぎて。ぶっ飛びそう、ありがとう。 こんにちはでここはお姉ちゃんお二人が写ってる写真お姉ちゃんがちっちゃい頃に、えっとな,な,なんてんていうんだろうえっとソリ,ソリに乗ってる二人抱き合ってる写真があるんですよこれお姉ちゃんお二人があ顔が見えちゃうからもう見せ,んでち,ょっと見見せちゃった <laughs> そうでもお姉ちゃんにね勝手にね向かいのわせちだダメだから。 こんにちはストロベリーとイチゴのアイチュありがとう168さん嬉しいハル,ルもチョコミントのアイチュウこんにちはこんにちは別府何度か行ったことある真夏に時刻巡りして本当に暑すぎてしなかったと思ったあ時刻巡り私もやったよおすご何これ可愛い,い ありがとう嬉しいつーくんチョコミントのなんかバラエティパックみたいなやつありがとううまいよ可愛い,いトムトムストロベリーのあいつありがとうデルシャス今日も可愛すぎてまいりましたうわー <laughs> 待って <laughs> うわー まいっ,っちゃった <laughs> ありがとうございます優しい親子でもそう親子でこんにちは猿じゃないなんかもともとうちら猿じゃんだから猿気質って言ってる こんにちは。すごいいっぱい猿猿じゃないあのこんにちはうちら猿じゃないですかもともとだから猿基質って言ってるの細胞から猿だから猿じゃないのかなエンジンうわっ虫いる から弥生時代になってそっから人間になり四足処方になり三国三足処方か四足処方か四足処方って歩けない私分かんなくてうちら四足処方か腕と足が二本ずつあるから ハローインドネシアン。Hello, Thank you。いでさん、ハートありがとう。猿と先祖一緒。マジでもじゃあ先祖が一緒ってことやっぱ血入ってんだよ、猿の。<laughs> 猿の血入ってんですよ。ロコボコ結婚していいよ。ありがとう。 るるんチョコミントの愛ちゃんありがとうな<ー>おっんか当たりいいなすごいカープハートありがとう木村 の岡山県行ってきましたよ姉ちゃんは家事ができるからたくさんプロポーズされやすいマジそうなのかな <laughs> そうなのかなサプロポーズされやすいのかなでも休婚は結構されてますけど <laughs> なんか「結婚して」ってなんかすごいね今年入ってから結構言われるようになりましたねなんか <laughs> え 結構言われるくなった今年に入って結構なんか私と結婚したいみたいでみんな <laughs> <laughs> なんかいっぱい結婚って言ってきますよある虫煮つけそうメバルの煮つけ美味しかったですめっちゃめちゃくちゃ山椒があったらいいんだけど 三種がないからさ粒がね三種の「まザぴょん当たりおめでとういいな一人だけ当たって私にも当たり当たって <laughs> 私も当たってなんか私のこと殴れみたいな感じ <laughs> 私にも愛の的を命中させてよ命中させて私の心を当,て当てさせて。 ドウチランションさんいちごの愛知ありがとううんデリシャス田中力さんいちごの愛知ありがとうおる虫うんうまっチョコミントもありがとううまっ2色うちら2色あそうなんですか 私たちって2足なんだ俺ら2足2足二足なんだ初めて知った4足かと思った <laughs> 私もう分かんなくて毎日忘れちゃうんですよね毎日忘れちゃうからだから毎日教えてください こんにちは。絶対に三十分だったら教えてくださいね、じゃないと。<laughs> ううそ <laughs> こんにちは、はいはい。あ、はいはいが四足か。え、ってことは。赤ちゃんの頃は四足処法ってだったこと。赤にゃん、赤にゃんって何。<laughs> 赤にゃんって赤ちゃんのこと赤にゃんって言ってた赤ちゃんの頃は <laughs> 四足処法だったってことですかうちらも元祖四足処法だったからの二足処法 <laughs> 赤にゃん, <laughs> 赤,にゃん <laughs> 赤にゃんって, <laughs> 赤,にんって <laughs> 赤にゃんって何みたいなうん スローミンのアイありがとううまいルコボコもスルービリー,あ,ーありがとうチョコもありがとう山猫坊主くんチョコミントうま サンフラワーくれない乗ってみたくなったわえマジで乗ってほしい本当にめちゃくちゃいいなんかもうなんて言うんだろう船旅すごいいいなって思ってグーさんバニラアイスありがとう鶴くんもスルビリーありがとううまマットくんハートありがとう 愛知もありがとうマット君なんかそのサンフラワーくれないなんか船旅ってなんか揺れたりしてどうなるんだろうと思ってたんですけどなんかもうめちゃくちゃ全然揺れなかったし電波も良くてなんかスターライト衛星っていう新しい電波ができて船の中でも離れてなんかでもこうすごい電波が良くなったりするやつで。 だからあの船の中で配信してたと思うんですけどその日あの実は船旅してた時でだから船の中から配信してますって言って配信してたんですけどあれ見てくださった方はあの時私は船旅をしてたんだよっていうお話でしたでも全然電波めっちゃ良かったよねめちゃくちゃ電波よくてなんか。 全然配信とかも全然止まってなかったしめちゃくちゃ電波も良かったから最高でしたこんにちはありがとう来てくれてゆうちくんハートありがとうそうめちゃくちゃ最高だったこんにちは んだ歩行あ歩行かえ歩行あ二足祖法とかあそうだ祖法じゃないんだ歩行ってことか二足歩行か <laughs> いや違和感なさすぎて全然気づかなかったなんかもう訳バカね <laughs> いや教えてください毎日忘れちゃうんですよ 多分これ1か月後ぐらいに言われたら多分もう忘れてる渡辺バニラアイスありがとう絶対忘れてますから2か月後とかにマル <laughs> チョコミントいちごバニラありがとううありがとうこんばんは バトナベストロベリーありがとう屋根型屋形船乗って大大大 歌芸会したことあるけどすごい良かったえマジえですかええー、良かったですねやっぱいいんだ船旅すごい素敵あれですよね多分大人数であの船の中で やったとかいろいろすご船いいですよね何のやつなんだよ素敵ですよね船本当に か,かゆいこんにちはみきゃくんクラゲありがとうまクラゲうまいって言ってたクラゲうまいって言ってしまった, <laughs> まっっまったサンフラワーえ全然サンフラワー一般の方乗れます なんか演者だから乗れるとかそういうのはなくてみんな乗れるえっとあのサンフラワーは大阪から大分に行くこともできるし大分から大阪に行くこともできますそうそうそうで12時間かかるんですけど夜の7時から出発して朝の6時とか7時とかに到着するので。 12時間まあ結構長いかもって思うかもしれないんですけど全然長くなくてなんかそれがあの本当にマジホテルみたいホテルのロビーみたいにすごいあの映像を見てくださったら分かるんですけど広くてなんかご飯とかもめっちゃ美味しいしバイキングだしビュッフェになってるししかも露天風呂外の景色見ながら露天風呂が入ることができるしで露天風呂嫌だって方は。 個人ののお部屋でででも入るることができるのでめちゃくちゃい,いあとシャワーの水圧もすごくよくてで電波もあのすごいいいし携帯も触れるし配信しても全然途切れなかったからすごく充実してますであの売店とかもあの本当にねすごいアイスの種類とかも見てきたけど充実してたしお土産もたくさんあったし。 お酒とかもいいっっぱい売っててめちゃくちゃいい全然もうめちゃくちゃ最高でしたちゃんとねあのねホテルのねその客室もねもうホテルって言っちゃってるもん <laughs> 本当にでもそれぐらいもうホテルと変わらないぐらいもう普通のホテルもう本当にもう普通にホテルうんめちゃくちゃ良くてあのね船酔い私もまあし,、ね、しやすい方なんですけどどちらかというと 全くくししなくててていっことを忘れてました普通になんかホテルに <laughs> いる気分でそう海のホテルで何か全くなんか心配がなかったですなんか一応その,あの売店に船酔いの薬が置いてあるんですけど全然売れてなかった <laughs> だから多分あの本当に飲んでる人が少ないだと思ううんあのね私あの なんていうの、ん、撮影以外の時にも、まあ、なんかロ,ロビーにいてなんか結構なんていうんだろう一般の方とかの声とか、まあ、聞こえてくるっていうか、まあ、入ってくる入ってきて見てたんですけど入ってきたんですけどなんか「全然船酔いしないね」とか「全然揺れんね」って言っててだからなんか本当になんか全然うん本当になんか心配ないです。しかもあの 12時間の移動って言うけど全然なんかマジで12時間あっという間すぎてうんでも水圧めっちゃ良かったんですよシャワーのだから全然ストレスもたまらない <laughs> なんならもう本当に最,最高のなんかロケだったうんだから本当におすすめえなんか私個人的にあのふ船旅ハマりそうであのもう一回サンフラワー乗ろうかなって 思ってこの前調べたんですようんでまああの交通思ったよりもうめ想像してるよりそんなめちゃくちゃ値段もしないし部屋とかで、まあ、値段は変わってくるけどでも本当に何かあの価格であのクオリティが味わえるんだったら船いいなって思いました本当にめちゃくちゃ最高だったロケで行ったけどあんなに楽しかったってことは。 ロケとかじゃなくて普通にプライベートであの船乗ったらもっと楽しいんだろうなって思ったうめっっちゃ楽しかったもん、うん、そうでもサンフラワーくれないだけじゃなくてもあのいっぱい日本船走っててあのあるそう北海道とかの船とかもあるし。 日本からアメリカの船とかもあるしなんかそういうのもすごいなんかいっぱい調べたんですよそれきっかけにやっぱそれくらいなんか一回乗ったらいいなって思ったんですののりりちあがとう田辺さんいちごのあいんありがとう。 今何時だろう天識いちごの愛知ありがとう。うま <laughs> 今何時ですかね ?18 時9分私何時から配信やたっけ ?32 分あじゃあ配信終わります。「タイタニックごっこ」「タイタニック」ね。 サイアントのねあの船旅のやつで、ね、やったので、ね、面白かったら見てください初見ひろうゆうきみーやざきさんハートありがとうございます配信も終わっちゃうんですけど来てくださってありがとうございました男女読むね早いねあっという間でしたね卵サンドスロベリーの愛ちゃんありがとうはい く,うがくんつらみのアイスありがとうアイス3種類まあちょっと読めてないギフトがあったから読みますねどこぽこたこありがとうぼくれんぱさらんくらげありがとううれしいじゃあ団じ読みます13位草くれきさんありがとう12位はるるんありがとう11位ぐーさんありがとう 10位、渡辺、ありがとう。9位、スーさん、ありがとう。8位、ロコポコ、ありがとう。7位、いちくん、ありがとう。6位、東京エチル6 8さん、ありがとう。5位、くうがくん、ありがとう。4位、のりくん、ありがとう。 世界の形見マット君ありがとう2位マサピョンありがとうそして1位がドゥルルパンるくんですありがとうございましたありがとうございました皆さんなんか急に配信したのに来てくださってありがとうございました <laughs> なんかスマホから配信してるからちょっと見にくかったらほんまにごめんなさい見にくかったですか 多分みんなはあれ,あれなんですよ手ブとかして気持ち悪くなったらごめんなさいあとコメントなんかなんかすっごくちっちゃくてスマホだとちょっと読めなかったやつだったらごめんなさいありがとういっぱい今日もコメントしてくれてめっちゃ嬉しいもしよかったら X とインスタグラムとこのルームのフォローお願いしますみんなありがとうございましたじゃあまたメール送るね バイバイお疲れ様でしたエクスとインスタグラムのフォローお願いしますこのルームのフォローもお願いしますバイバーイ <laughs> ありがとうございまし